はい、こんにちは、新てっちゃんの業務心身、いつもご視聴ありがとうございます。今ね、夜中のね1時ぐらい、今日何日だ、8月の10日ですかね。あのね、実はね、もう2時間ぐらい前、11時ぐらいからね、パニックの発作で、過呼吸でね、寝れなくなりました。もう過呼吸で苦しくてね、今外に出たりね、いろいろなんですけどね、もう本当にきつい、吐きそうです。もう過呼吸、息できないんですよ。だからなんかね、この無呼吸のシーパープもねできないしね、いや苦しい、息ができない。あのね、どうしていいかわかんない。昨日とね一昨日もほとんど寝てないんでね、まあ寝れなかったらどうしようとかね、まあそれ、まあ、何の理由かわからない、息がねできなくて、なんかシーパップができないんですよ。僕ね、シーパップできないのは初めてなんですよね。もう息がね苦しくてね、もう酸素が足りないというかね、わかんないんですけどね、どうしようと思って、またどうしようどうしようと思ってね、これ寝れなくてね、どうしようかな明日。本当明日ね、おふくろをね、お話しましたけどね、美容室連れて行くんですよ。ただ朝目覚ましかけてんです、もう息が過呼吸でね、息苦しくてね、ちょっと戸を開けないとね苦しい、もうそわ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 してね、どうしていいかわかんないです。苦しい。